ディビジョンのエディター 4.2 新機能の便利な使い方を大紹介ということで、ライブ講座をやっていきたいと思います。じゃあ早速調子の機能ですね、ブレンドシェイプから紹介していこうと思います。ブレンドシェイプっていうのはパラメータの掛け合わせを無視して変形を作ることができる機能ですね。眉の動き、通常今まで通りにつけようかなと思ったら眉の角度とかデフォーマーがいくつか必要になる、はい、ブレンドシェイプを使うとこのアートメッシュそのものに特設キーを追加してブレンドシェイプで位置とかをつけちゃうことができるっていうところですね、うん、デフォーマーはね増えるとすごく複雑になってしまうのでアートメッシュにつければいいというのは良いですね。眉以外にも、はい、まつげの色とか瞳のハイライトとかですね、このあたりの目パチに使ってるのですでに2つのパラメーターが受け持ってる状態なんですけど、うんうん、デフォーマーの追加とかせずに直接このアートメッシュに火を足しちゃうっていうのが適当なんですけど、こんな感じで掛け持って動かしてもちゃんと動く、こういう感じでちょっとすでに複雑に動きがついているものとかにデフォーマーを足さずに動きつけられるというところがかなり強いかなと思っています、うん、次に紹介するのは編集に便利な機能たちを紹介していこうと思います、うんうん、まずはミラー編集ですね。待ってたぞっていう方はすごい多いんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、うん、そうですね、こういう輪郭とかですね、左右対称こういうオブジェクトのメッシュを割るときに便利な機能ですね。このメッシュ編集モードで使う機能でして、メッシュ編集モードに入ってミラー編集のツール詳細のところの下にあるチェックを入れてもらうと、はい、画面に緑のラインが出てました。これが軸ですね。この軸を基準に、うん、右左に同じ位置のこういう感じで点が打てるっていう。で、軸は水平と垂直が選ぶことができまして、軸の位置は数値で設定できるのと、うん、あとこの横の三角を押していただくと、キャンパスの中心っていうのと、あとこの選択している点の中心っていう設定できるっていうのが用意されてます。ここからはアニメーションの機能を紹介していこうと思います。アニメーションの、まずはパラメーターブックマーク紹介します。パラメーターブックマークって名前だけ聞くと言ってなるんですけど、はい、何でしょう。のビュー上にですね、ブックマークを追加して、そこからパラメータのキーとかを追加できるっていう機能ですね。こいつです。これがパラメーターブックマークですね。おお、なんかウィンドウが現れましたね。こんな感じで、こっちで動かしてもキーが編集できるっていう。ね、もうちょっとパラメータがめちゃくちゃ増えて、探すの大変だよみたいな。ああ、ありますね。そういう方にぜひおすすめしたい機能ですね。こっちで見ながら形決めたいときに近くに置いておけるという機能です。で、ちょっと作成経路もいろいろありまして、先ほどはここからパラメータグループ表示っていうのを作ったんですけど、この目のパラメータグループで作るっていう方法をさせていただいたんですが、はい、選択しているパラメータで表示っていうのもできます。はあはあ、離れた位置のやつとかも、こんな感じで作れたりとかします。あとこのビュー上で右クリックしてもらってパーソル位置のオブジェクトに表示っていうのもできます。この位置にあるものと関連するパラメータが表示されます、はい、最後はですねキーボードショートカットです。これが実は大改装してるんですけど皆さんご存知ですか。そうだったんですね。はい、これがすごいもうすごい感じになってるんでこれはぜひ触ってみてほしいです。ここで検索もできちゃう、機能名での検索もできたし、この設定されているキーでの検索もできるんですね。で、このショートカットが設定できる機能自体もすごく増えまして、今まではメニューに入ってるものと、あと一部のツールくらいしか設定できなかったんですけれども、はい、この各パラメータのこういうところとか、こういうところとかに入ってるメニューとか、パラメーターの触るとここら辺に出てくる、キーの追加とか、そういうところについても、ショートカットキーが設定できるようになりました。